はい、こんにちは皆さん。サイクルスポーツチャンネル商品紹介の時間です。サイクルスポーツ中島がお届けします。今日ご紹介するのは、シディという、イタリアのシューズメーカーの靴です。でモデル名がですね、見えるかな、ジェニウス7というモデルをご紹介します。なんでジェニウス7なのかというとですね、これシディの中でもベストセラーのロードシューズ、ロードビンディングシューズになるので、ちょっとそれを紹介していきたいと思います。早速開封で、同じシディのジニウス7なんですけども、まあ、なんでじゃあ2パターン用意したのよっていうことなんですが、これ同じ商品名なんですけども、実はモデル違いです。でモデル違い、何が違うのかというと、じゃん、こっちの黒い方はこのメガというモデルになります。何がメガなのっていうところなんですけども、シューズって結構サイズで、まあこの足の長さの部分で、まあだいたい 41.5 とか42とかっていう風なサイズがあると思うんですけども、加えてこの幅ですね、幅って結構皆さん気になると思うんですよね。あの普通の靴を買う時でも試し履きしてみて、あのつま先は平気なんだけど、あ幅が痛いなみたいなことってあると思うんですよ。で自転車のロードシューズのこういうビンディングシューズでも同じことが言えるんですね。でシディはそれをどう解決したかというと、このメガというですね、こちらのもの、パッと見で分かりますかね、こう幅がこのメガの方がぐっと幅が広いんですよね。裏側はこんな感じですね。でこれどっちもですね、サイズ的には 41.5、センチだとだいたい26センチくらいの相当になるサイズなんですけども、これだけ幅が違います。なので例えば同じ26なんだけど、まあダンビロって呼ばれますかね、足が割と広めの人でも、例えば26でこっちのノーマルだと足が入らないんだけど、こっちのメガだと足がちゃんと入るよっていうようなことが、まああるわけですね。なのでまあ例えば足が割と広めでシューズなかなか合うシューズがないんだよとか、こう痛い思いをしてるんだけど、まあ無理やりサイズがないから頑張って履いてますみたいな人は、こっちのメガっていうのを一度試してみるのは、おすすめです。はい。でまあ商品の簡単な概要だと、アッパーはマイクロファイバーを使っています。でソール、これはですね、ここにカーボンって書いてあるんですけども、カーボンとカーボン繊維ですねと、ナイロンのコンポジット材の、ソールです。まあ結構グーってやっても全然、まあ、もちろん曲がらないぐらいしっかり硬いものになっています。でクロージャーは、いわゆるこれベルクロ、これベルクロもこのちょっとずれにくいようなこう爪がついているのがシディの特徴ですね、とバックルがついています。はい。でシディのもう一ついいところは、こういうヒールのパーツ、これがこれネジで止められてるんですけど、これがリペアパーツとして用意されています。なので、まあ、ロードシューズで歩き回ってるとやっぱりここがどんどん減ってきちゃうんですよね。でシューズのアッパーがまだ無事そんなに傷んでないのに、このヒール部分だけ削れちゃうみたいなことってまああるんですけども、それがここだけ交換できるので、まあより靴をね長く履いていけるっていう、まあ、メリットもあります。まあなんといってもでもこのシディのジニアス7の特徴はやっぱこのメガとノーマル、この差っていうのはやっぱり大きいと思うので、まあ、やっぱりサイズ選びでね悩んでる人はぜひ一度シディの試着できるお店に行ってみると、意外とあこんな快適な靴があったのかみたいな発見になるかもしれません。以上シディのジニウス7のご紹介でした。